さあそれでは続きまして登場いただきますのは、色の異なる紙が自在に かたどられて作られていくように、それぞれの個性を生かした自由でかっこいい踊りを目指しています、新宿からお越しの折り紙の皆さんです。よろしくお願いします。東京都新宿区でやってまいりましたよさこいチーム折り紙と申します。今年度の演舞テーマはメメントモリ、精一杯演舞させていただきますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。は、黒き闇より光を知りて消えゆく定めに何を知る、折り紙第2作メメント。集まりファンクス、人は変われど仰ぐは同じき理想の光、再び集いし我らの願いはただ一つ、命ある今を愛せ。幾重の思いを今結び、折り紙よさこい、いざ参る。憧れ続けた祭りがある、信じ続けた仲間がいる、さあ踊ろうじゃないか。この時間はまだ続く、次の演舞、次の回り、来年の伊藤、僕らはまだ若い、これからもきっと同じような時間が、そんな未来誰が保証した。徐々に薄まる世界を捉える感覚、何もない空間にただ一人、あの時間は二度と来ない。迫り来る死の恐怖、鎌を振り上げて待つ死神がすぐそばに、伝えていない思いがあるんだ、叶えていない夢があるんだ、会いたい人がいる、やりたいことがある、こんなところで終わりたくはない。どれだけ逃げても振り払えない恐怖、死神は永遠につきまとう。引き離すことのできない死神、一体いつからそばに。常にそばにいたのだと、ならばどうする、終わりに怯えるのではなく、終わりまでの道のりを精一杯楽しもうじゃないか。伝えていない思いがあるなら、後回しにした夢があるなら、今動き出せ。己が抱いた精鋭の渇望をために命を燃やし光となれ。明日も明るぬ命だからこそ
動き出せる、期待を現実に変えられる、命ある今を愛せ。灰色の景色を再び輝かせよう。クリスマスの一つの物語を見せていただいたようでした。東京都新宿区から折り紙の皆さんでした。ありがとうございました。